女子プロゴルファーの原エ梨カ25イコール日本エクスプレスホールディングスが19日インスタグラムを更新今季初戦として米女子ツアーのホンダ LPGA22 日開幕タイに出場することを報告した富士山をバックに人差し指を立てた写真などをアップあっという間にオフ終了何が収穫できたのかなそんなにすぐには変われないと学んだオフな気がします とシーズン開幕に向けて期待と不安が入り交じった心境を記した。続けて、日々の積み重ねでコツコツが苦手分野ですが自分のペースでシーズン中も成長していけることを目標に頑張ります、と前向きな言葉を残した。今季初戦のホンダ LPGA に向けて、推薦をいただけたことに感謝し精一杯戦ってきます。目の前の一打に集中今季も応援よろしくお願いします、と締めた。 15日に25歳の誕生日を迎えたため、シャープ先日25歳になりました、シャープ25歳頑張り時などのハッシュタグをつけた。フォロワーからは、富士山とエリカ姫日本一、などの声が寄せられた。